平野氏陽よう太神宮寺た太ただけ除外、ジャニーズ、卒業後は脱退論争勃発。金プリファンは激怒。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気グループ KI2 の北山博光37が8月31日をもってグループを卒業し、 ジャニーズ事務所を退所することが6月7日に発表された。事務所の公式サイトでは次のように説明。北山より現在の活動に区切りをつけ第二の人生を歩みたい胸申し出がございました。メンバーで何度も話し合いを重ねた結果、6人は北山の思いを尊重するという結論に至りましたので、弊社としましてもその意向を尊重し、 北山を送り出すことといたしました。北山も以下のコメントを発表。この度、私北山博光は2023年8月31日をもちまして KI2 を卒業し、ジャニーズ事務所を退所する決断をしました。突然のご報告になり、申し訳ございません。16歳で事務所に入所してから今日まで、たくさんの夢を見させていただいてきました。 もちろんそれは一人で見られた景色ではなく、最高のメンバーと巡り合い、切磋琢磨した青春時代を過ごせたからだと思います。そんな僕たちを応援し育ててくれたファンの皆様、携わってくださった関係者及び、すべての皆様に心から感謝しています。比較金プリファンから怒りの声紛失のわけ、これを受けてファンからは、ミックンが卒業するの悲しいです。 これからも応援します。やっぱり、必死すぎる、辛いけど、北光も6人のキスマイも応援します。ソロになっても私の心的に全然大丈夫。簡単ふっ、と思っていたけど、大丈夫じゃなかった。寂しいもんが寂しい。アイドル北山博光を見られなくなるのか。など、悲しむ声が殺到している。 一方で一部の KNG& アンスファンからは怒りの声、疑問を呈する声が上がっているんです。それは、卒業と脱退の発表の仕方について。北山さんは卒業にもかかわらず、平野志陽さん26、神宮寺優太さん25、岸優太さん27、派脱退という表現でしたからね。ワイドショー関係者、5月22日をもって平野、 神宮寺、騎士が金プリから脱退。平野と神宮寺は同日に事務所からも退場。主演映画の PR を残す騎士は9月30日に退場することが発表されている。近く卒業と脱退の違いは何北山は、卒業平野神宮寺騎士は脱退という扱いに、卒業と脱退の違いは何 ほんと、最後まであんな扱い受けた金プリは一体何をしたって言うんだろうか。やっぱり昨日から脱退と卒業の意味図と考えてた紫輝くん、岸くん、仁くんよっぽど辛い思いしたんだろうなグループを、卒業、は本人の希望ということでしょうか。ではグループを、脱退は、はなどなど、中には強い憤りを感じさせる意見も寄せられている。 北山さんさらには元製材ゾーンへのマリウス洋さん23もグループを卒業すると発表され、ジャニーズ JR、うちユニット一パーチと RS はジャニーズ事務所を卒業と発表されました。一方で平野さん、神宮寺さん、岸さんは金プリを脱退し、ジャニーズ事務所を退除その扱いに随分差があるのではないか。 と一部の金プリファンが激怒しているんです。確かに金プリの3人は突発的な脱退で事務所ともめたとも報じられています。事務所は否定していましたが、週刊文春、文芸春秋では平野さんを中心に辞めた3人が藤島ジュリー恵子社長と衝突していたとも報じられていましたよね。 卒業か脱退かの違いは円満かそうじゃないかという議論が巻き起こっていて、さらにそこにはジュリー社長の存在も見え隠れして、一部のファンは平野さん、岸さん、神宮寺さんが事務所内で不当な扱いを受けていたのではないかと考えているいるようです。前でのワイドショー関係者、北山の卒業を平野神宮寺岸の3人はどのように受け止めているのだろうか。 近く、何話しているんだろう。平野市洋×岸ユ太タ、青春感あふれまくりな河原を歩くツーショット。平野神宮直騎の脱退から17日が経過したが、金プリファンの嘆きの声は未だになりやまない。平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。